こんばんは、アレリア。こんばんは。皆さんこんばんは、ハレリア。今日は涼しかったですね。こんばんは、愛知県から今見ていますよ。アメン。皆さん全国で見てると思うんですが、ちょっと皆さん、皆さんの住んでる県を書いてくださいね。皆さんどこに、県に住んでいらっしゃるでしょうか。連日早朝の予算突お疲れ様です。静岡、千葉県、横浜、高知、東京、兵庫、名古屋、はい、町田、新潟、はい、ひだまりさん、千葉、ひだまりさん、千葉、沖縄、鶴川、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アメン。アメン、ハレルヤ。はい、聞いてどうする聞いてどうする。ですね、全国の方が聞いてくださっていること、とても嬉しいですね。やはりですね、日本全国が救われなければなりませんね。日本全国が救われなければなりません。皆さんが、各地に住んでいて、そしてイエス様を信じて、まあ、一緒に祈るということはですね、はい、ラピスさん、ハレリア、一緒に祈るということは、その全国的に一緒に祈っているということですね。モザイクさん、こんばんは。全国的に一緒に祈ってるということですね。はい、ラピスさん、こんばんは。ヨシさんの洗礼も YouTube に上がりますか？上がりますよ。上がります。はい、あさってですね、あさって礼拝ライブの時にですね、2名の洗礼式を予定していますが、一応チャンネルでやる予定ですね。チャンネルで、する予定です。はい、ぜひ皆さん、洗礼受ける方を祝福してあげてくださいね。洗礼を受ける方々を祝福してあげてください。はい、チケットはいりませんね。チケットは無料でやります。無料ですね。はい、まあ、なぜですね、まあ、チャンネルでやるか、一つの理由はですね、大勢入れるということですね。大勢入れるということです。はい、それではですね、今日のタイトルいきましょうか。今日のタイトル、イエス様がいるから大丈夫、ね、大丈夫です、イエス様がいるから。牧師はですね、まあ、いろんな方々を励ましてますね。いろんな方々を励ましてます。スカイプで、いろいろ相談する方も一日数名います。で、そういう人たちを、励まします。
牧師はですね、そのクリスチャンを励まし強めて、まあ、場合によってはですね、諌めることもありますけど、まあ、基本的には励ます、ね、基本的には励まします。そして、その、励まし方が、大丈夫、ね、大丈夫と言いますね、大丈夫、イエス様がいるから大丈夫、イエス様がいるから大丈夫という、そういう励ましをします。皆さん、私たちは励まされる必要があります。誰一人ですね、その励まされなくていい、いい人はいません。すべての人は、励まし合う、励まされる必要があるんですね。まあ、そういうわけで、皆さん、私は皆さんも励ましたいですね。皆さんを励ましたい、皆さんを励ましたい。そしてイエス様も、イエス様も皆さんを励ましたいのです。イエス様も皆さんを励ましたい。その、励ますことによってですね、その、はい、USS さん、こんばんは。私たちは励まし合うことによって信仰を保つことができます。励まされて初めてですね、信仰で歩めるのです。そういう意味では教会というところは、ね、クリスチャンが励まし合うところと言えるでしょう。クリスチャンが励まし合うところ、ね、クリスチャンが励まし合うところ、それが教会と言えるでしょう。そして、その、愛し合うということでも言えるかもしれませんね。クリスチャンが愛し合う場所、それが教会と言えるでしょう。まあ、そういうわけで、この放送でもですね、放送でも皆さんを少しでも励ましたい、少しでも皆さんを励ましたい、そういう気持ちを持って、放送しています。はい、それじゃあですね、聖書をちょっと読みましょうね。読みましょう。はい、ヨハネ、15-18、ヨハネ 15-18、 私はあなた方を捨てて孤児にしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。私が生きるのであなた方も生きるからです。私が生きるのであなた方も生きるのです。私の戒めを保ち、私をそれを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。アメン。皆さん、イエス様は、ね、イエスキリストを信じる者を孤児にしない、孤児にしない、イエス様は戻ってきてくださると書いてあります。そのイエス様が戻ってきてくださるというのは2つ意味があると思います。一つはですね、一つは、その聖霊という、聖霊様という、聖霊様が来るということの中で、聖霊様が来るということの中でイエス様が戻ってくるのが一つ。ですから、今、イエスキリストを信じる人の心の中にイエス様がいると言えるでしょう。それから二つ目は、再臨という形ですね。再臨はまだ、来ていません。これからイエス様が、目に見える形で、
来られます。まあ、それが3人ですが、そのことも、イエス様は言っているのではないでしょうか。私はあなた方のところに戻ってくるのですと、そういうわけで皆さん、私たちは、イエス様がいるから大丈夫。今もイエス様が私たちを見守ってくれていて、イエス様がいるから大丈夫、イエス様がいるから大丈夫。皆さんそのように考えていいのではないでしょうか。皆さん、私たちはいろんなことがあります。いろんな、山あり谷ありであり、またいろんな日々のその、この荒波のような荒波のような、人生を生きているのではないでしょうか。そのような、人生の中で何が必要かというと、イエス様が必要なんです。皆さん、人生がなぜいろんな問題が多いか、なぜ、人生に問題が多いかというと、イエス様が、そのイエス様を必要とするんだということを教えるためなんです。いろいろな苦しみがあります。いろんな悲しみがあります。なぜそのようないろんな問題があるんですか。それは皆さん、イエス様を必要とするさせるためなんですね。イエス様を必要とさせるため、イエス様がいれば大丈夫という信仰、イエス様がいれば大丈夫という信仰を与えたいのです。皆さん、イエス様を信じてイエス様と共にいるということを知っている方は、人生を強く生きることができるんです。何があっても大丈夫、何があってもイエス様に不可能なことはない、イエス様に不可能なことはない。その方が一緒にいれば心配いらない、何も心配いらない。イエス様のおかげで重荷から解放されました。アメン、アメン。重荷から解放されました。仏様の時には温かい感情がもらえなかった。まあ、よく多くの人は孤独です。よくメッセージで私言いますよね。ぼっちの時はどうしたらいいかという話をします。ぼっちの時どうしたらいいのか、ね、ぼっちの時に、まあ、イエス様がいれば大丈夫という話ですね。イエス様がいれば大丈夫。エアコンがつかない。どうしてエアコンがつかない。ごめんなさい、カチカチ。エアコンがつかない、壊れちゃった。はい、いや祈りなさい。アメン。イエス様がいるから大丈夫。エアコンが壊れてもイエス様がいるから大丈夫。あ、一応が、エアコンが壊れても、イエス様がいるから大丈夫、イエス様がいるから大丈夫。はい、エアコンの心配は無用。エアコンの心配は無用。皆さん、信仰って素晴らしいです。信仰って素晴らしいです。何があっても動揺しません。何があっても動揺しません。あ、ひだまりさん大丈夫です。アメン。イエス様がいれば大丈夫。
心配することはありません。はい、それではですね、もうちょっと御言葉を読みたいと思いますね。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。皆さん、イエス様が、私たちに平安を与えてくれますね。平安を与えてくれます。御霊の実は愛、喜び、平安。御霊の実は愛、喜び、平安。エアコン直りましたね。エアコン直りました。イエス様感謝します。イエス様感謝します。皆さん、すべてのことは偶然ではありません。すべてのことはですね、神様の御手の中にあります。皆さん、イエス様がですね、この、すべての、ね、ことを支配して、そのさまざまな出来事をコントロールしています。ですから私たちは何も心配しなくていいのです。何も恐れなくていいのです。何かですね、予測しないことが起きたとしても動揺しないでくださいね。地震が来ても動揺しないでください。いろいろ請求書が来ても動揺しないでください。もうですね、雷が来ても恐れないでください、ね、雷が来ても恐れないでください。安保法案が、衆議院、その可決したとしても、ね、動揺しないでください。嬉しいことじゃないかもしれません。しかし神様は、知っています。神様は全てのことを知っていて何でもできるお方です。私たちは、ね、一喜一憂しなくても大丈夫ですね。一喜一憂しなくても神様が、すべを治めています。現実を、すべを治めています。私たちはその神様に、委ねて、神様に委ねて生きていけばいいのです。7月、8月、9月、ね、この2015年のピークが、2015年のピークが、今月、来月、再来月ではないかと思われます。今月、来月、再来月が、それが今年のピークだと思います。ですから皆さん、私たちは本当に、慎んで、慎んでその神様の御業を待ち望みましょう。8月9月、特に8月9月、神様のされること、その、見たいのです。神の、されることを見たい。神の御心を知りたい。神のご計画を知りたいのです。
2015年、9月13日からですね、9月13日の夕方から、70回目のヨベルの年、70回目のヨベルの年が始まります。ですから、8月9月は、ね、特別な時ではないかというふうに考えます。何が起きるか分かりません。しかし、神のスケジュールがあります。神のスケジュールですね。その神のスケジュールを私たちは、本当に期待します。はい。6月にですね、のアメリカでは連邦最高裁で、同性婚が、合憲の判決が出ました。同性婚の合憲の判決が出ました。そして、昨日安保法案がですね、安保法案が衆議院を通過しました。可決しました。それから、おとといあたりがイランの、核合意ができました。まあ、イランの核合意はですね、まあ、良かったのか悪かったのかちょっと難しいです、あれはね。イランと核合意ができたということが、プラスになるのかマイナスになるのか、つまり、そのマイナスになるという懸念は何かというと、その経済封鎖が解かれてイランに 1兆円以上のお金が入ります。その、イランに入ったお金で、テロリストですね、テロリストにお金が回る可能性がある。イランからテロリストにお金が回る可能性がある。そうすればですね、非常に危険な状況になります。それから日本がですね、安保法案を通ったことによって、まあ、アメリカと、同盟関係が強くなるわけですね。同盟関係が強くなるということは、日本もですね、テロの対象国になるということですね。テロの対象国、ですから安保法案はそういう意味でも危険ですね。そういう意味でも危険です。はい。まあ、神様の御心が行われること、この日本において神様の御心が行われること、それがとても大事です。私たちは、私たちの思いを祈ります、ね。安保法案が、成立しないように祈ります。しかし、神様の御心が行われること、神様の御心が行われること、これが大事なんです。私たちは、神の御心が行われるように、神の御心が行われるように、祈るべきではないでしょうか。イエス様もゲッセマネの園で、十字架にかかる前に、その父なる神様に祈りました。父なる神様に、御心ならばこの杯を取ってください、つまり、十字架に、そのかからないことを願ったんですね。しかし最後にイエス様は、あなたの御心が行われますように、あなたの御心が行われますようにと祈りました。ですから私たちもそのように祈るべきです。父の御心が行われますように。罪をイエス様に許してもらうのは可能ですか？もちろんです。イエス様がこの地上に来たのは、皆さんの罪を許すためなんですね。皆さんの罪を許すために
イエス様はこの地上に来られました。ですからイエス様を信じるんです。ですから私たちはイエス様を信じます。なぜ私たちがイエス様を信じるんですか。それは罪が許されるためです。罪が許されなければ私たちは祝福されません。罪が許されなければ天国に行くことはできません。罪から悔い改めなければ私たちは、罪の中に生き、また罪を犯してしまうのです。私たちが、その悔い改めて罪から離れるならば、それが神様の御心なんです。神様の御心は、私たちが罪から離れることですね。罪を犯さないこと、私たちが罪を犯さないこと、それが神様の御心なんですね。それが神様の御心です。はい、アメン、アメン。悔い改めるにはどうしたらいいですか。悔い改めるためにはですね、まず自分がその犯した罪ですね、犯した罪を、認めると言いましょうか。ああ、悪いことしました。こういうことを悪いことしました。そしてその悪いことをしたことをですね、本当にそれは自分の心の中に神様に対して従っていない、神様に聞き従ってないということを認めることですね。自分の心の中の罪を認める。それが、そしてその悪いことをしたくないと、これからは罪を犯したくないと、そのように強く思うことが悔い改めです。強く思うことが悔い改めですね。それではですね、ちょっと皆さんにね、そうですね、もうそうですね、あ、じゃあね、あの自分が今までね、あのいろいろ悪いことをしてきた、いろいろ罪を犯してきた、神様に対して本当に、悪いことをしてきた、罪がある、自分には罪があると、そのように、分かる人、思える人、悔い改める人、手を挙げてください、ね。自分は確かに今まで自分勝手だった、神様の御心に反していた、自分は本当に、罪深いと思う人、手を挙げてください。アンケン、とりあえず、はい、はい、罪だらけはい、アメン、アメン、アメン、素晴らしい、アメン。自民党に投票した、それは罪だと分かった、アメン、アメン。皆さん、その自分に罪があるということが分かることはとても素晴らしいことですね。とても素晴らしいことです。なぜかというと、その罪が分かって、その罪を許してほしいからイエス様を信じるわけですね。あのヨサンがですね、洗礼を受ける理由の一つはそこにあります。ヨサンも過去の罪を許してほしいそうですね、過去のいろいろ罪を許してほしい、そういうことの中でヨサンはイエス様を信じて許してほしいという、
宣伝を受ける理由がそこにあるということですね。ですから皆さんもぜひ、罪が分かるならばイエス様を信じて、イエス様を信じて洗礼を受けて、イエス様を信じて洗礼を受けてクリスチャンとして歩みましょう、クリスチャンとして、歩みましょう、それが大事なことです。大事なことです。ヨスさんにも祝福が訪れますように。アメン。それではですね、今日のつのべや悔い改めつのべ、悔い改めつのべ、ぜひ皆さん、自分の罪を悔い改めて、ね、イエス様に向かって許してくださいと、私の罪を十字架によって許してください、私の罪を許してくださいと、悔い改めつのべ、悔い改めつのべ、悔い改めつのべです。悔い改めつのべ、皆さん、私たちは、神様に対して悔い改めましょう。神様に対して悔い改めるのです。そのことによって私たちは許されるのです。許されるのです。許されるのです。十字架によって許されます。十字架のによって許されます。過去のさまざまな罪を悔い改めます。ラピスさん、アメン。素晴らしいです。過去のさまざまな罪を悔い改めます。素晴らしい、素晴らしいです。素晴らしいです。許される必要があるのです。私たちは許される必要があります。すべての人が、すべての人が許される必要があります。すべての人が許される必要があります。アメン、アメン、アメン、アメン。はい、それでは明かしタイムいきましょうかね。では明かしタイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様がいるから大丈夫と、安心できるようになった証、イエス様を信じて、イエス様がそばにいるんだ、イエス様がいるから大丈夫、イエス様がいるから大丈夫と、安心するようになった証、また、イエス様を信じて、悔い改めるようになった証、悔い改めるようになった証、スタート、スタート、今までの不貧困を悔い改めました。借金なんてイエス様に丸投げすれば大丈夫です。くよくよ悩んでおりました、イエス様のおかげで悩まなくなった。イエス様によく祈るようになった。憲法に興味がなかったけど、違憲は違憲、違憲は違憲。今日真実の愛を知った気がして涙が溢れています。中絶をやめようと思った。韓国の悪口をやめました。今までヘイトスピーチしていた
各国の皆さんごめんなさい。イエス様を信じたらヤクザをやめれた。妖怪体操第一やめました。AV 見るのをやめました。以前は心配ばかり、今なんくるないさ。早く天国でイエス様とダンスを踊りたいです。毎日運動するようになりました。今まで悪コメばかりごめんなさい。今まで悪コメばかりごめんなさい。許しますよ。許します。許します。 LTL で恋愛したいと思った。エアコンを治るように乗ったら本当に治った。アメン。ありがとうございます。後ろの十字架見せてください。イエス様を信じて心配事がなくなりました。早寝早起きになりました。7年間神様に背いてきたことを悔い改めます。ニートで自由を得た。その後この放送に釘付け。アメン。アメン。素晴らしいです。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えます。この年末、エルテル教会に行こうと思います。一度も就職したことがないんですけど、逆に幸せです。これからは素直に神様の御言葉に従いたい。閉鎖病棟でイエス様のことをいつも話しています。勇気を持って慰安婦に謝罪しようと思いました。退職届をたたきつけ思わず涙が出ました。今までの自分が恥ずかしいと思いました。難聴が治りました。この放送に救われました。この放送に救われました。生まれてきてよかったと思いました。生まれてきてよかったと思いました。思い切ってここの教会に行ってみようかなと思った。来てください。5年放送見てやっと本物だと思った。一流企業より 天国会社が最強だと思った。イエス様を信仰して天が震えています。イエス様の愛に包まれています。安倍さんに油注ぎを教えてあげたい。信仰を持つ者がこの世での本当の勝者です。アメン。信仰を持つ者がこの世で本当の勝者です。そうなんですよ。信仰を持つことが勝利と書いてあります。勝利者と書いてありますね。イエス様が好きだと叫びたい。他人の幸せを祈れるようになりました。
在特会やめたら素晴らしい日々が続くようになった。青い空の美しさを知り涙が溢れた。ヨスさんの洗礼式の成功を祈っています。偶像崇拝やめました。僕も神の兵士となって戦うぞ。天の崇拝は愚かだと思った。青空がこんなに綺麗です。イエス様のお力です。アメン。人生ボロボロでしたが、この放送で人生ツヤツヤです。引きこもって、聖書を読みふけりたい。もうイエス様しか信じないでござる。キリスト教を否定してた僕は間違いだった。16年引きこもりでしたが、この放送で何でしょう、希望を持ったかな。キューちゃんありがとう。僕も信仰します。キューちゃんありがとう。僕も信仰します。アメン。久しぶりにずっと見てますよ。麻生さん、アクヤさん、はい、嬉しいです。アクヤさん嬉しいです。アメン、アメン、アメン。中卒でも天国大学、天国会社で勝ち組です。家族よりイエス様が大事だと知りました。家族よりイエス様が大事だと知りました。キューちゃんありがとう。僕も信仰します。アメン。必ず最後に愛は勝つことを知りました。ヨスさんの洗礼式を家族で見ようと思います。この放送を見たらニートでも心配無用なんだと気づきました。アメン。インターネットでも洗礼受けれますか。受けれますよ。受けれます。高慢であった私もこの放送で学び生まれ変わりました。なんだこのおっさんと思ってたら素敵な牧師さん、ありがとうございます。あの日、あの時、この放送に出会わなければ神を信じていなかった。弱い、偉い人も弱い人もイエス様なら簡単。
洗礼はゴールじゃないよ、始まり。ヨシさんの放送を見て、自分もイエス様について学ぼうと思う。この放送は確かに癒しがあると思った。人の痛みが分かるようになりました。アメン。アメン。それとても大事ですよね。人の痛みが分かる。人の痛みが分かる。とても大事ですね。神に出会えて嬉しくて嬉しくて言葉にできない。人に優しくなれました。人に優しくなれました。心が温まります。心が掃除されていくのが分かった。癒しの空間を感じています。癒しの空間を感じています。なんだか体が熱くなってきました。在特会を辞めるか悩んでいます。辞めましょう。辞めましょう。この放送は本当に夢を与えてくれました。アメン。アメン。神様が大好きになりました。神様が大好きになりました。キューちゃん放送が楽しみになりました。いつも心はハッピーです。不登校だったけど、この放送を見て元気になれた。アメン。アメン。アメンというと心が現れる。アメンというと心が現れる。国会前でリバイバルが起きそうです。国会前でリバイバルが起きそうです。はい、ありがとうございました。この放送で恋愛やめました。この放送で恋愛やめました。生きる本当の意味を見つけた気がする。生きる本当の意味。生きることに意味があります。それはイエス様と出会って、イエス様と出会って生きる意味が与えられます。イエス様から生きる意味がもらえるのです。イエス様こそ生きる意味と言っていいでしょう。イエス様こそ生きる意味です。信仰して本当に救われたよ、たまげたな。信仰して本当に救われたよ、たまげたな。アメン。この放送で神の愛を知りました。アメン。アメン。素晴らしいです。皆さんの証は素晴らしい。皆さんの証は素晴らしいです。証は励ましです。皆さんの証は励ましです。励ましです。ネットチャーチに出てた頃懐かしいです。 ESS さん、ネットチャーチに出てましたね。アメン。はい、コメントが来てます。コメントですね。キューちゃんの放送を聞くと気持ちが穏やかになり、悔い改めと清く生きたいと思いました。もっともっと油注ぎで霊的に成長したいです。アメン。アメン。アメン。聖霊を受けると、
聖霊を受けると私たちの心は変わるのです。聖霊を受けると変わります。心が穏やかになり清くなります。心が穏やかになって清くなります。御言葉を聞くとその御言葉の力によって私たちは変わるのです。イエス様の御言葉、聖霊によって、聖霊によって心は癒されていきますね。聖霊によって私たちは、平安が与えられます。喜びが与えられます。キューちゃんとの出会いを10周年迎えられますように。 USS さん、はい。それじゃあですね、ファイナルメッセージ、アラビさん、はい、大丈夫です、祈っていきましょう。大丈夫です。はい、ファイナルメッセージいきます。私たちは弱くて、私たちは弱くていろんな問題があります。神様はですね、私たちに何をメッセージされてるんでしょうか。神様は私たちが神様抜きで生きるのではなく、神と共に生きてほしいのですね。神と共に生きてほしい。人間は本来ですね、そのように、作られているというか、人間は神と共に生きるように、作られているんですね。私たちは神によって作られ、神を必要としているのですね。僕、日曜日礼拝に行っていいですか。どうぞ来てください。どうぞ日曜日来てください。私たちは、その神様を必要としているんですね。神様を必要としています。偶像ではありません。人間が作った偽の神ではありません。本当の神様、本当の神様が必要なんです。こんばんは。僕はイエス様に救われてから幸せです。菊池さん、アメン。皆さんにイエス様が必要なんです。皆さんにイエス様が必要です。誰もイエス様の、いらない人はいません。誰もイエス様のいらない人はいません。すべての人が、すべての人がイエス様が、必要なんです。そしてイエス様がそれを願っておられます。イエス様は皆さんに手を差し伸べて、皆さんがイエス様の手を、握ること、イエス様の手を握ること、それがイエス様の御心です。皆さん、まさに、十字架を見てください。十字架、十字架はですね、イエス様がこう手をこう広げて皆さんを待っている姿ですね。十字架というのはこうね、こうイエス様がちょっと立ちましょうか。イエス様がですね、こうやって、ね、皆さんをなんていうんでしょうか、皆さんをこう、待ち受けている、ね、皆さんをこう待っている姿、皆さんにこう皆さんを愛そうとしている姿、私の愛を受けなさい、ね、私の愛を受けなさいという、そういう姿なんですね。
今すごい油注ぎが来ました。アメン。今すごい油注ぎが来ました。皆さん、イエス様のその愛を、受け取ってください。イエス様は皆さんを愛したいのです。イエス様は皆さんを愛したいのです。すべての人を愛したいのです。すべての人を愛したいのです。イエス様、イエス様と言ってですね、その愛を受け取るならば愛は流れます。信じて、信じて受け入れるならばその神の愛が流れるんです。皆さんに流れるんです。神の愛が流れるのです。イエス様は皆さんを愛したいのです。イエス様は皆さんを愛したい、無限の愛で愛したいのです。永遠に一緒にいたいのです。イエス様は皆さんと、イエス様は皆さん一人一人と永遠に一緒にいたいのです。永遠に一緒にいたいのです。その愛を受け取ってください。その愛を受け取ってください。イエス様を喜んで、皆さんを救います。イエス様は喜んで来てくださいます。今日の放送を聞いてイエス様の愛を受け取ろう。イエス様の愛を受け取ろう。イエス様と共に歩みたい。いつもイエス様といたい。いつもイエス様といたい人、アメンと言ってください。いつも辛い時も悲しい時もイエス様と共にいたい。どんな時でもイエス様と共にいたい。イエス様に助けられたい。イエス様に導かれたい。イエス様に支えてほしい。支えてほしい人、アメン。アメン。アメン。皆さんは必要なんです。イエス様が必要なんです。ヨシさんにもイエス様が必要なんです。皆さん一人一人にイエス様が必要なんです。必要なんです。本当に必要なお方。本当に必要なのはイエス様だけなんですね。イエス様だけが必要なんです。天の父様、感謝します。今日の放送を感謝します。イエス様がいれば大丈夫。イエス様がいれば大丈夫。私たちは、ぼっちではありません。孤独ではありません。いつでもあなたがおられます。いつでもあなたがおられ、私たちはいつも見られています。守られています。イエス様と叫べばイエス様は速やかに助けてくれます。イエス様の愛は大きく無限であり、寛容であり、親切です。柔和です。イエス様は心優しくへりくだっています。素晴らしい神様、素晴らしい神様、愛に満ちた神様、あなたはすべての人に手を広げています。すべての人に手を差し伸べています。今アメンと言った方々があなたの手を握りました。あなたの手を握りました。今あなたの愛を受け取っています。今アメンと言った方々があなたの愛を受け取っています。愛が流れています。愛が満たされています。主を与えてください。主を与えてください。今手を差し伸べている人に愛が流れますように。愛が流れますよ。愛が流れますよ。イエス様、感謝します。あなたの愛は無限です。あなたの愛は大きく、高く、深いです。あなたの愛は無限です。今、流れています。リスナーにあなたの愛が流れて、満たされています。満たされて、癒されています。主よ、もっとです。もっと与えてください。もっと与えてください。リスナーに与えてください。リスナーを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。皆さん大きな声でアーメン。アーメン。満たされています。アーメン。ありがとうございました。
明日の朝は、ツイキャス、そして夜は、チャンネルですね。それじゃあ皆さんおやすみなさい。パールさんのリレーがあります。